はいどうもファンネルです。ではホライゾンゼロドーン続きをやっていきます。前々からね、進めていなかったあのメインストーリーの方、やっていきます。というのもちょっとね、ノラ族のごめんねノラ族の敵討ちでいいのかな、これだいぶ前から出てたんですけども、違うのをやっていったらまあどんどんこう後に回っちゃってて、まあ、ついにねこれをやれる時が来たので、こちらやっていきたいと思います。マップ的にはで、そうだトールネックとかも、何体だっけ、ちょっとどこで見れるんだっけかな、クエストかもう3体ぐらい、見つけて、実際 DLC 含めないと4体ぐらいなのかな、あ違うな、あと1と2だから5体ぐらいいんのか、トルネック的にはね。で、DLC の場所が多分ここだと思うんです。凍てついた大地って。まあ、DLC なんだよね、多分。で、そこに1体トルネックがいるんで、まあ、それは、後々やるかやらぬかは、考えていきます、ということで。で、機械炉の方も、実は、シグマの方はね、シャープ3か4かな。で、攻略したんですが、RHO っていうのも見つけて、クリアしてあります。まあ、ドイツだったかな。RHO は、トランプラーとかね。これ見た目がさ、正直、なんだっけ、スクラッパーとかトランプラーってなんか若干似ててね。まあでもトランプラーはどっちかっていうとバッファローみたいな感じなのかな。だから私、まあゲーム内でね、名前間違いがめちゃくちゃあると思いますけど、まあその辺はお気になさらずと、まあ気になることなんだけど、このスナップモーっていうワニみたいなのも RHO だったんで習得済みですね、オーバーライドはね。まあこんな感じで、オーバーライドできる敵も増えております。で、ごめん。じゃあ、補足情報も入れたので、メインクエスト行きたいと思います。まあ近場だとここか、一番は。あれ？ここ、汚れ地帯まだあるな。ここだけ浄化しときますか。レベル18だからできそうなんで。まあ、汚れ機械を倒すだけなんで、まあ、腕前、まあ、上がったといえば上がった、上がってないといえば上がってないぐらいなので、あれなんですけど、なんかこういうロード画面で出るチップスみたいなのに、だいぶ敵の弱点みたいなのとか、書いてあるので、コラプターだとなんか、火や使うとなんか弱点露出するよ、みたいな。書いてあったんですけど、まあでもコラプター早々出るかって言われたらね、出ないとは思うんで。はい、失礼しました。ですね、間違って焚き火の近くで四角ボタンを押して、おお危ねえ、ベローバック。セーブ画面出たので、一応セーブ画面はあんまお見せしたくないんでね、日付出ちゃうんで。でベローバック、でベローバックはもちろん今、汚れベローバックだと思うんで、オーバーライドはできないと思います。で、ベローバックの弱点的には、確か、ブレイズキャニスターもそうなんだけど、この資源サック破壊すれば、誘爆させられるんで、これは、なんだっけ、ヒアとかじゃなくて、普通の、まあ、できればあれか、長弓の弓のが食らうかな。まあ、狙いまくりましょう。で、食堂も、破壊すれば火炎攻撃を無力化するとともに大爆発。まあ食堂の方が狙っていきたいとこかな。で、危ねえ、ジャンプしちゃった。ベローバックとあと何がいる？あれ。トランプラーか？あ、チャージャーだ。チャージャーは何だっけかな。でもチャージャーは、ロープぶっ放せば大丈夫かな。じゃあ、必中の矢でトランプラーを。じゃねえや、ベローバックを距離取ってからね。この辺だと危ないんで。あ、でも一回サイレントストライクで、サイレントストライク？なんかダメージ与えときてえな。あ、その前にごめん。けがれ耐性上げときたい。けがれ耐性、これかな？よし、お薬飲みました。じゃあやりますね。ドン。で、ドン。で、ドン。誘爆を起こしたいんだけど、ちょ、危ねえな。食堂。
もうちょいで爆発するかな。爆発してくれ。危ねえ。よっ。食堂を狙うか。よいしょ。危ねえ。うっ。ちょっと離脱するよ。ベロバックどこ？ベロバックいた。よっ。壊れろ。まだまだ。よっ。てい。外したな。危ねえ。先読みをしてくるからね。よいしょ、ナイス爆発。私も食らった。喉元も壊したい。喉元壊せばだいぶいけそうなもんだけど、しまってね。喉元を打つ。いよいよ、もう一丁。うっ、痛い。回復しないと、回復しないとやばいね。回復アイテムで回復しちゃいましたが、よいしょ。いよいよ、先読みをしてくるからこいつらは。あー、ちょっと待って、なんか後ろから狙われてそう、痛い。やってくれるじゃん。先読みはさせねえよ。よっ、えい、ミスったな。火が出てるから壊れそうなもんなんだけど、どうだ、先読みできねえだろう。あぶねえ。あ、ここ狙いづらい。よいしょ、 OK、 ナイス爆発。なんかめっちゃダメージ食らっちゃう。はい、ベロバックやりましたんで、よいしょ、オッケー。あとは魔がつきでない、痛い。やろう、やってくれんじゃねえか。ロープ一発。待ってね、クリティカルを狙いたいんだが、よいしょ。1体ずつ確実にやりたいが、そうも言ってられんので、よっ、よし、まずあっち、えっ、てい、でこっち、こっちはこれで終わるか。よいしょ。まあ、汚れ耐性が、あ、もう終わったか、汚れ耐性、私の。よいしょ。ロープ術です。よいしょ。OK。あと奥にいんのは？あれは？汚れかい？汚れですね。魔がつき。来いや。早く来い。ちょっと待って。よっ。よし。引っかかりました。まだいるのは、でもなんか、後ろ、音がしない？あ、なんだ、なんかやってるあいつ。ちょっと待ってね。ういしょ、オッケー。よっ、ロープ。さあ楽勝でございます。あら、クリティカルにならない。よいしょ、うえ、ドクター。回復アイテムだいぶ使っちゃったかな。では回収していきましょう。チャージャーの心臓、チャージャーの心臓。心臓は結構ね、確かレアリティ高かったはず。あっち紫色あるか。ゲットゲット。さっ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 さ。あ、違う、バンテージキャッシュだこれ。確かね、何かが見えるはず。あれ、あ、見える見える。なんだこれ、何があったんだここに。普通何かこれ見ると出るはずなんだけどな、情報。ちょっと待ってね。ごめんね。バンテージキャッシュ、データポイント。あれ、私、ちょっと出てないね。まあいいさ、とりあえずこれ開けます。よいしょ、ゲット。まあいいか。まあなんかあっちにあったんでしょう。ここに。建物がね。で、ロープもだいぶ使って、ロープ作るのにね、ワイヤーが結構必要なんですけど、まあワイヤーは店売りで買った方が意外と。はい、そうなの？ベローバックのレンズね。あ、必中の矢もだいぶ使った。で、一応スキルで、作成数ちょっと多くなるっていうのを私持ってますんで、今だったらロープキャスター1回作ると普通の材料で5個しかできないんだけど、6個。まあ、なんか気持ちだけどね。気持ちちょっと多くなったぐらいで。まあでもないよりはいいでしょう。さあでは、目的地へ向かっていきます。まああんな感じで、だいぶ、あの戦闘もこなれてきてるので、まあただ相手の弱点が分かんないとね、厳しい戦いになることは変わりはないのですが、
この辺かな、もうちょっと先か。シャープ2ぐらいだっけかな、のお話の続きなので、私のももうだいぶ忘れてるんですが、まあ結局はあのアーロイのことを襲った襲撃者、あの試練の時にあれを追っかけてるはずなので、まあノラ族と協力して、戦いましょうと。さあセーブポイントあります。一応クイックセーブだけします。あれ、クイックセーブしたらなんか休んだ扱いか、もしかして。悪魔の悲しみ、不吉な景色だな。昔の英知だね。思ったことはないのか。お前は本当変わってるな。みんなそう言うな。団長、偵察兵が遺跡で野営地を見つけた。鉄の広場の入り口を守っている。まず野営地を片付けないと。警告されないように。分かった、野営地を一掃する。鉄の広場にいる敵にも気づかれずに済むだろう。警報は私が。義勇団をそれぞれの野営地で待ち伏せさせる。お前が行けば手を貸すはずだ。さあ行きましょう。では回復アイテムを取りつつ、どうすんだっけ、待って、左上野営地を制圧。3箇所もあんのかい。これさ、ここの機械たち、おう、どうした。時は満ちた。演説ぶってる。今こそ戦いの時、奴らを殺せ。己の命をかけてでも。部隊の再編成は背の高い塔の下で行う。それから鉄の広場へと向かい、いざ復讐を。我々は禁忌を犯すのだ。死んでいった同胞をたたえ、憎き敵を罰するために。血だ、同胞の血には血で償ってもらう。女神よ、罪深い我々にお許しを。その怒りと天罰はこの私一人の身に与えたまえ。与えたまえ。進むのだ。これ演説聞かないとダメだったのかな。みんな動くかな。いや、結局私一人でやんだろうな。とりあえず降りていきましょう。かなり気をつけないと。かなり気をつけないと。基本対人だよね、多分。対人だから、まあ、必中の矢で、ヘッショ狙っていきましょう。あ、でもブロードヘッドとかいる。あ、これもしかしてオーバーライドして暴れさせるのもありか。確かこれ焚き火って別に、あのクイックセーブとか挟まなくても近く行けば、あの緑色になってファストトラベル先にはなるので、どうすかな。ブロードヘッドって乗れるあれだっけ。ブロードヘッド、あ、登場可能ですね。あ、騎乗っていうのか。どうする、乗って暴れてくる。乗って暴れてもいいのだが。あ、いるね、ブロードヘッド。取ってくか。ちょっと待ってね、みんなもあの機械に乗って暴れ回る絵の方がきっといいでしょう。あ、やべ、あっちに、あ、バトルバック、バトルバック、ベロバック、ベロバックはまだ無理なんでね、確か。ごめんね、何度も何度も申し訳。ベロバックは、あ、そうだね、 XI、 これサイっていうのかな、オーバーライドの機械路行かないといけないんで、最悪これ見つかりそうになったらロープで拘束すればオーバーライドできますんで。オーバーライドできたな。これ一応何体かできるんだっけ。ただ右下オーバーライドツール充電中になってるんで、これが解除されないといけないんで、どうしよう、2体ぐらい、あ、でもいいか、1体でとりあえず。じゃあ行ってみましょう。あの連れてくっていう方法がよくわかんないんで、2体いたとしても。口笛吹けば来るんだけど。あれ、なんか間がつきいる。どうしよう、ちょっと待って、なんで間がつきいるの。ちょっと待ってね、なんかすげえ音してない。よっ、外した。あ、ダメだな、めんどい。よっ、オッケー。必中、やべ、狙われてる。よいしょ、オッケー。
よっ、お、やってくれる。よっ、オッケー。クリティカルヒット。クリティカルヒット。ちょっと待ってね。調子に乗ってる場合ではないか。乗ってる場合ではないが、どれが敵かがわからんぞ。どれ敵へ。あ、ごめん、これ敵じゃねえな。失礼失礼。よいしょよいしょ、乗り込むぜ。なんか宝箱みたいなのいっぱいあるね。待って、こっちこっち。強攻撃とかってあったっけ。あった。で、あいつ敵かい。どれが敵なんだ。ちょい待ちちょい待ちちょい待ち。あのバックパック背負ってるの敵だよね。よいしょ、仲間ごと行く。私に仲間などいない。これも敵かい。あ、これ野良族か。これが敵か。よいしょ。で、さらに奥に、あ、こっち。キック。頑張れ頑張れ。いけ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 。よいしょ。大丈夫。役に立ってんのかな。倒したかい。あ、いるわ。あれ強いやつかな。強いやつに会いに行く。よいしょ。やらせるか。よし。大丈夫か。助けることってできんのかな。あ、死んじゃったか。あれ、まだ撃ってる。どっから撃たれてんだ。アイテムとか欲しいんだけど、ちょっと待ってね。トルビルムだ。よいしょ、なかなか当たんない。やろう。えい、よいしょ、ナイス。降ります。あれ、降りれない。一旦降りて、さあ調べて。ごめん、回復アイテム持ってるやついねえかな。レアモンを持っておる。あ、ウォッチャーだ、ごめん。ウォッチャー、シャードかな。はい、シャード。上にボックスみたい。ああ、これ違うわ。あの、ヒアで撃つと爆発するやつだ。これやっとけばよかったな。開けまして、開けまして、おめでとうございます。で、上に行くとなんかあるかな。買い替えても持ってねえわ。こっちからなんか行けます。もうただの残骸の場所だな、これ。待ってね。ウォッチャー。あー、上ってこれ登れんのかな。なんかあんのかな。まあ、綺麗にした後でいいだろう。じゃあ、待ってね。こいつ呼んで、おいで。こんなとこで口笛吹いたらバレると思うけどね。よし。ちょっとダメージ入ってますけど、まあ、アロイもね。あれ、なんだ、紫色のがある。ちょっと回復します。これはなんだい？あ、古代の残骸。ミリアム。次のとこはちょっとやそっとでは、あの、生半可な気持ちでいくとやばいかもしれないけど、まあ、最初はステルスで頑張ってやりますから、ちょっと待ってね。降りて。どこに行くかな。でもやっぱ魔が尽きるね。だ、あいつがあれか。なんだっけ。偵察機みたいな感じなんでしょう。ごめん、待ってね。必中の矢を作って、偵察機ぶっ壊して、一応必中の矢だと、一撃でやれる。で、こっそりこっそり行きますよ。ウォッチャーを潰しといて、マガツキウォッチャーはあれか？味方のウォッチャーやられてもそんな反応しねえのか？こっからやれると思う？やれた。あとはマガツキウォッチャーはいないね、近場には。で、あっちに人がいるから多分。まあ、アイテム回収だけしていきます。よし、いいもの見つけた。いいもの見つけた。近場から行きますよ。近場どっちだ。あ、こっちの方が近いのか。ん、あれ、でもあっちに人いなかった。気をつけてね。あと100でも、まあセーブポイントあるし。なんだこれ、マーカーが。まさしくマンネリデータログ。ちょっと待ってね。
ロボットバトルホロはもう飽き飽きだ。見てればすぐに毎回毎回内容がまるで一緒だってことに気づく。戦場に降り立ってスラッシャーボットがお互いを潰し合うのを見て、どの企業を応援するか決めて爆発爆発爆発、それで終わり。俺がおかしいのか？みんなハマってるみたいだけどさ、まあ、この時代の娯楽のなんかでしょうね。古い残骸、古い残骸系は結局シャードに変えるアイテムみたいな感じかな。映画館とかじゃねえよねこれ。ガソリンスタンドにも見えなくもないけどね。あ、ガソリンスタンドだな多分。ガソリンスタンドの近くに焚き火を置くっていう、まあ千年後の人が置いたんだろう、焚き火に関してはね。で敵はどこだ。いた、なんかぶら下がってる。あ、警報だ。警報ぶっ壊せんのかな。私が撃ち抜くとなんか警報、逆に言うと鳴らしちゃいそうなんだけど、あれこっち側は上からなんかできるか、もしかして。ちょっと待ってね。いや上からなんかはできねえか。こっちからちょっと一回外出て、これ回復アイテムかい。なんか虫飛んでますよ。こっそこっそ行きますよ。あの他の野良族は来てんの？来てないの？あ、いる、結構いますね。警報器を先に、警報を破壊するって書いてある。これさ、破壊すればいいんだけど、どうしよう。あのなんだっけ、破裂の矢だっけ、爆裂の矢だっけ、でやった方がいいのかな。あ、爆裂いいんだ。爆裂でやっやってみるか。どれ警報、ちょっと待ってね、これだ。とりあえずぶっ壊しましょう。壊れた？壊れたの？ちょっと待ってね、あいつ気づいてないんだけど。外した。あれ警報を破壊するが壊れてねえ。ちょ、ごめん。ん？どこやればいいんだ？警報器、私、あ、隠れてんのかこれ。わかんねえ全然壊れねえんだけど。しかも警報鳴らさないんだよねこいつら。逆側からだったかな、やるとしたら。これやっちゃうか先に。あれ、やれなかった。よし、あと敵は、あ、みんな走っていっちゃってんな。難しい。火矢でやってみるか。燃えねえダメだ、壊し方ぐらいなんかこう書いててほしいな。えい、どんどん削っていくか人。あっちは頭、これだよね。ダメだった。えい、外すのか。ちょい待ち、バレたな。警報も壊せずに。で、こいつ警報鳴らす、多分。えいで、奴らを倒せ。ちょい待て、えい、ダメだ鳴らされるわ。まあ来てもらった方が楽か。結局何やれば壊せたの警報。まず一回近づいてみて、もう壊す意味はないんだけど、触ってみないと分かんないな。ちょっと待ってね。あ、ダメだ、登れねえし。いいように撃たれちゃうぞここだと。アロイ登って、これ。よいしょ、味方が全部やってくれんじゃねえかな。よいしょよいしょ、いて、撃たれた。アロイ登って、ダメだここなんだ、足場悪すぎいで回復、こっちから行って。待ってね、まあ重装兵とかいねえから。よいしょ、今んとこね。しっくりしろ。これ警報鳴ったんかい。なんで壊れなかったんだろうこれ。あ、やっぱ壊れねえわ。
あ、待って、箱を調べる。何が箱を調べるなんだ、これどうやって壊すんだよ。まあもう鳴ってっから、もしかしたら壊せないだけかな。これ味方全員やられちゃったりするのかな。ちょっと待ってね、これが敵だよね。よいしょ、クリティカルヒット。回復薬持ってない。なんで回復薬持ってないのかな。だいぶやってくれてね。よいしょ、はい、よいしょ、はい、スライディング、よいしょ、よいしょ、やってくれる。で、調べて、これまだ生きてるの？あ、違う、味方か。敵どこ？上にいるね。あ、違う、これじゃねえ、こっちか。よいしょ、やってくれる。はい、クリティカルヒットで回復します。あれ、ミスったな。回復薬で上ボタン、カルトの掘り手だって。あ、どこで戦ってんの。これほんと、まあそっか、なんだっけ、スカウターを使えば、敵かあれかは分かるね。まあ、戦闘中に使ってる余裕ってあんまないんだけど、この状態で攻撃ってできないから。撃ち抜きますか、狙い撃つぜ。外す、よいしょ、ういうい、あっちにいるわ。これこっちにあれ来てくれるかな、私の獣は。あ、来てくれる、おいで、こっち来て、こっち動き続けて。あれ来てる、ピューイ。あ、いたいた、お前引っかかってんぞ。仮に私そこに乗れたとしてさ、よいしょ、乗れる？あ、乗った、よし、行こうぜ、ゴー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 。勝ったな。あ、勝ったの、勝ったんかい。とりあえず左上3分の2になりました。じゃあ勝ち込み行きますか。あら、勝ち込み行こうと思ったらまだだった。もう一箇所はこの奥ということで、回復アイテムを集めつつ行きましょう。最後のとこはちょっと難しくなったりしてんのかな。待ってね、多分ウォッチャーの間がつきが守ってんじゃねえかなと思ったけど、守ってないね。まあ、ささっとやっちまいましょう。あの、もう正直そんな敵ではないんで、あのレベル的にも。アロイが疲れてるけど、ロープキャスターはぶっぱしてもいいんだけど。人相手に、あれ、ロープキャスターって聞くんだっけ。必中の矢、へっしょ。ここもあれあるね、警報器。警報器壊し方わかんねえんだよ。近づくと壊すとかって出んのかな。弓矢で壊れなかったもんね。これ取れないのかな。ちょっと待ってね。あ、取れたわ、ごめん。通れだけど、なんかあんのこれ。登る、ダメだ、隠れる場所かこれ。なんなん、なんで変なとこに入れんのこれ。あいつやっちまおうぜ、やっちまおうぜ。あっちもいるね、ちょっと待ってね。あっちやったらバレるか、さすがに。やって全然気づかねえ。あ、外した。何を撃ってきてるんだって、だいたい弓矢よ。近場におりませんね、あれぐらいか。あいつやって、ちょっと待ってね、ハイライトした方がいいかな。ハイライトしてよ、いくよ、へっしょ、 OK。 あ、危ね、下にあるんだもんね。って下にあるじゃなくて、下にいるんだもんね、これ。まずちょっと警報器近づいて、なんかできるかどうか。あ、やっぱ近づいて破壊だわ。気づくと思うんだけどね、普通。
そこにいるね。しまってね。これ当たんのかな。危ねえ。よっ、なんか当たんないんだけど。よいしょ。もう気づいたろ。登ってこい登ってこい。待ってね、ジャンプアタック。よいしょ。お前すごいとこいるよ。よいしょよし、回復薬あった。でもう一人は敵は、まあ、一人だからこの人ら多分やってくれると思うんだ。なんか私を回収しましょう。アイテムを、アイテム回収。一人に手こずるんじゃねえぞ。あれ強いやつか、あれ。なんか若干強そうだね。燃えてるよと。よし、みんなが義勇兵だ。聖なる地のために、聖なる地のために、青き正常なる世界のために。さあでは、アイテムはあるかな。これコンテナ、あ、物資の箱。必要なものは手に入れた。手に入れた。嘘つくんじゃねえぞ。だいたい必要なものってなんだよ。じゃあ一番高い塔に向かうって書いてあるんで、あ、まあそこから偵察するのか。結局なんだっけ、石のなんたらに行くっつったもんね。石のなんたらだっけ、鉄のなんたらかほぼほぼ情報がないに等しいけどね。で一番高いと、ごめんね、マップ開くよ。あ、遠いな。遠いが、まあ遠いなら私の相棒を呼んで、おいでー、一緒に行こう。よし、あ、カルトの一味だった、ごめんね。あ、回復薬、ラッキー。よし、乗るよ。早いとこ修理できるようになった方がいいのかな。で回復薬を取って、回復薬っていうと混乱しちゃうよね。回復薬と回復、まあ、薬草があるんで、まあ、回復薬はあの赤い瓶のやつね。で塔の周りには、おう、味方しかいねえ。心強い、どうも。ちょっと待って、丸ボタンで止まるだっけ。止まって、うわあ、ソナと話す。野営地は片付いたようだな。よし、鉄の広場へ向かう。奴らはあの高い壁に守られている。登らねばならぬのだろうが、見つかれば攻撃されるな。いい考えがある。敵の基地には弱点が、私が侵入しそこをついてやる。多分ブレイズがいっぱいあるんだよね。壁に穴を開けられる、義勇団全員が通れるくらいのやつだ。いい考えだな。俺が一緒に行くならね。団長としては二人の血気盛んな狩人の存在は非常に喜ばしいことだな。よし、バール、アーロイと行き彼女を支えろ。だが用心しろよ。ああ、団長、もちろん。ちなみにバールのようなものの、バールのようなものはこの団長の息子です。待っているぞ。このソナっていうのがバールの母上なので、さあバールのようなものについていきましょう。ブロードヘッドちゃん待ってて。ちょっとバールのようなものここでやられそうな予感しない？大丈夫怖いんだよね、急についてくって。アーロイについてけんのかみたいな。役に立ちそう、役に立ちそうっていう草かな。バール、あれか、そうです。ここまでついてきて、それでもなお疑ってるのか。いや、でもどうして弱点があるってわかるんだよ。フォーカス、すぐにわかるはず。フォーカスの存在を知らないからな、バールのようなものは。なんか動物いますね。回復層はないな。回復層が欲しいんだけど。でここを登るのかい。むしろ私が先導しないといけないんじゃないの。これはバールと話すでいいのかな。いや、広場に入るか。よいしょ、入れねえ入れねえ。どう入るんだい。ちょっと待ってね、
バールのようなものが逆に邪魔をするんだけど。待ってね、一回話してみる。やっぱ話さないとダメじゃん。バールと話すって書いてほしかったな、あの左上の目的。引っ張り上げて。さあ手を。あ、撃たれそう。大丈夫かな。あ、大丈夫だ。なんかバールが撃たれるんじゃないかって心配したんだけど。鉄の広場でブレイズが狙える場所を探す。ブレイズはどこにあるんでしょうか。マガツキがいます。ちょっと待ってね、まずブレイズどこだよ。右のは任せる。え、右のは任せる。いや違うだろ、任せるって言われても。え、倒すのこれ全員。ああちょっと待ってね、わかりましたね。じゃあ右の、右のっつったよね。私はこいつをやればいいのかい。やるぜ、エンジャー。これ絶対違うよね。右のは任せるってなんだよ、どういう意味だよ。頭を下げろ、頭を下げろ。あれ、バールのようなものは。なんかバールのようなものやられてない。あ、あれか、強いね。こっちなんだが、私頭上から攻撃できる技持ってなかったっけ。ちょっと待ってね。よいしょ、吹っ飛んだ吹っ飛んだ。回復薬ゲット。いよいよこの辺の敵はバンバン回復薬持ってそうだね。バール普通に歩いてるけどいいのかな。な、何を取った私今。よし、マガツキがいるんだが、多分この先は。ちょっと待ってね、矢を作り。バルこっそり動いているが、2人いる。あの左をやれって言うけどさ、こいつやるよんじゃ。私いくよ、3、2、1、ドン。じゃあやるか。よっ、ちょっと待ってね。あら、外した。ナイス。さあ回復薬ですがいっぱいでございます。ここに置いときましょう。結構遠いな、ブレイズが狙える場所まで。長弓でね、あの炎の矢が使えればよかったんだけど、そうもいかんからね。あの建物が見えるか。おい、コラプターがいるぞ。集中しろ、バール。あの建物はブレイズだらけだ。備蓄すべて入ってる。起爆させれば爆発でコラプターも破壊できて壁も崩壊するはず。そこからみんなが突撃できるってわけか。でもここじゃ届かない。もっと近づかないと。私が行ってみる。お前は戻って計画をソナに伝えて、広場のあっち側にみんなを。じゃあ待っとるよ。壁が崩れた時は俺が最初に穴を通る。さあ、あとはちゃんと成功させるだけ。さあ、あとはちゃんと成功させるだけ。なんかバールが動けば、はい、バレないはずだ。バールがやってくれるのかなと思ったけど、結局私なんだね。で、こっそりとと言いつつも、あの邪魔なのは倒していいんだよね、きっと。ダメなのかな。ここにもいるわ。待ってね、こういうのは多分倒しちゃっていいと思うんだ。で、あっちも、ちょっと待ってね、ミスったな。なんか外すな。急いでブレイズのとこに。あ、そう、あ、そう。あ、そうですか。行ってみます。待ってね、ヒアにして、よいしょ、よいしょ。あっつん、あっつん。爆破しないと。どこだっけ、ブレイズ。もっと奥だよね、あれだ。ここからなら矢が。やりますよ。スマートじゃなかったか。コラプターもドリフみたいに吹っ飛びました。
まあどの道バレるんだね。まあそりゃそうか、あんな爆発したら。さあやりましょう、やりましょう。やめろ、ダウンしろダウン。待ってね、うん、痛い。よいしょよいしょ、 OK で、ベロバック、ベロバックいるからやりますよ。まあさっきと手はずは一緒です、あの最初に戦った時と。爆発させましょう、痛い。でもね、カルト強打がいっぱいいるんで気をつけてください。強い方のカルト強打いないかな、痛い。ちょっと待ってね、あだだだだだ、うい、味方ごとやった気がする。で隠れつつ、隠れつつよ、撃つ、よいしょ、下がって、危ねえ、よいしょ。あれ、汚れ耐性上げた方がいいかな、ちょっと待ってね、汚れ耐性を上げる薬を飲みます。飲んだ、しろ。忙しくて手元を見てる余裕がね、手元というか、えいえい、避ける避ける、お前どうせ私の動きを先読みしてくんだろ。よいしょよいしょ、先読みはさせねえよ、よいしょ、壊れなさいよ。爆発した時に、もうでもだいぶ周りも敵減っちゃったな。近近い近いよ近いよ、怖いよ。ベロバーク、待ってね、狙う、外した、狙います、割れてくれ。あ、やべ、野弾切れ、ちょっと待ってね、作る作る作る、オッケー、えい、うまく狙えてませんね、もう壊れるはず。避けて避けて、下がって、撃つ撃つ、壊れてくれ。なんか違うところに当たってんだな、避けていける、えいえい、いいダメージ入るよこっちで。やりました、あとあっちだね、回収できるものを回収していきます。やべ、あのアイテムいっぱいだな、ごめん、ちょっとアイテム開きます。まあ時間は止まるんで、改造アイテムがいっぱいだな、いらんものを、分解は丸だっけ、汚れ耐性衣、まあ緑のやつとかもいらないと割り切っていいのではないでしょうか。ダメージコイル、まあこんだけ空きがあれば大丈夫でしょう。でベローバックからちょっと奪って、回復アイテム持ってねえかな誰か。ごめんね、拾ってます私、みんなが戦ってくれてるから安心して背中を任せられる。よいしょよいしょ、朝飯前、じゃあ私手出さないよ、手出さないよもいいんだけど、ブレイズをぶっ壊す、よいしょ。意外とみんなあれだな、回復アイテム持ってないな、持ってると思ったら狙われてる、私は狙われているのか。さあ先行します、よいしょよいしょ、こっちの方に人いなかった。なんかすごいとこでやられてるやつがいる。ああしまった、またごめん、開く資源アイテムがもういっぱいになりましたね、どうしよう、分解しないと。とりあえずいらないと思われるのは、これ捨てるとかしかねえのか、そっか、待ってね、これは分解できる、葉っぱいらない、葉っぱいらない、これ待って、まとめて分解、ダブってるやつをもうちょっと分解して、汚れ、あ汚れはちょっとアイテムちょっと作りますか、よよよ、 OK で、所持品資源で、汚れの葉っぱもいいか、ちょっと分解しちゃいましょう、分解。あとは、まあまあまあ、どうすかな。ここで分解しちゃうのもったいないんだよね。シャードと交換できるから。3つしか空きがねえな。この辺だろうな。
ヤガラの木だから捨てるにするしかねえか。まあいいや、ちょっと一回ゴフ取って待って、なんか拾えない、拾えません。スラグガラス、あら終わったわ女神よ、我らの勝利を見よ。流血、これで敵討ち完了かい。仲間の敵は撃ったぞ。あ、完了したわ。我らの願いは今聞き届けられた。いいか、忘れるでないぞ。でもアロイを襲ったあのでかい男はいないけどね、ここに。さあ退却する準備を始めろ。遺体に刺さった槍と矢には決して触れるのではないぞ。この地のようにもう汚れている。汚れている。義勇団長と共に勝利した。負けるっていうことがあるのかこれちょっと待ってね、ちょっと話していきましょう。お前は間違いなく才能ある戦士だ。ロストのおかげだろうな。でしょうね。ずっと昔、善良な男だと知っているほどにはな。ならなぜ追放された？一体何をしたんだ？私は知らないんだよ。その理由を知っているのは大長老様のみ。そうらしいな。じゃあ私はそろそろ行くよ。ありがとうアーロン。お前が向かうところに女神様のご加護があらんこと。どうも。こいつら無事に帰れんのかな、それが心配だよね。でちょっと待ってね、アイテム整理していきましょう。ちょっと拾うので、また資源でこの辺は捨てて、捨てると地面に落っこちるんで、その辺に、あの逆に言うと、だから拾いたいアイテムの近くで捨てると結構邪魔になるんだよね多分。冷却水もちょっとごめん捨てて、使うっちゃ使うんだけど、回復アイテムだなこれは。ああ大丈夫だな、よし集めておこう。まあレアも持ってる人のアイテムだけ集めるかって思ったけど、あれだな、意外ともうだいぶ漁ったのか私。あれ、バールのようなものはどこ行ったの。バールのようなものと話そうかなと思ったけど、まあどっかにいるか。まあいいや、ちょっとフォーカスで何か重要なものはないかだけチェックして、なさそうなら、あれはちょっと邪魔すんな。ああカルトの一味、ああの辺にいっぱい、そっかあの辺か。ちょっとじゃあいろいろ回収だけして、この青色のとかね、スラグガラス、あと回復アイテム持ってりゃ欲しいし、シャードなら拾おう。 OK、 こまごましてますけど、シャードはね、チリも積もれば山となるで、2000も今もう溜まってんのか。結構いい買い物できますよこれ。回復ヤーク、水辺で死んでるヤーツ、こいつらシャードしか持ってね、もう回復薬も持たずに突っ込めって言われてたんだろうな。あ、持ってた。備えになる。なりますね。ちょっと回復で、回復薬拾う。さあ OK かな、もうこれ以上いてもしょうがないので。じゃあこれファストトラベル先になったかな。あーでも特になってねえな。そして私この焚き火を見逃しているので、ここちょっと通ってから帰りますか。ここはちょっと作っといた方がいいね。でここはまあ近場なんで別によろしいので。あ、これ水だ、めんどくさいんだよね水は。まあアロイ泳げるからいいけどさ。はい、ちなみにこれぶっ壊して出れたりしない。あー焚き火 OK、 発見しました。ああいう感じで緑色になれば発見扱いなので OK です。では、次はクエスト、そうだねこれにしますか。本当は、前回の最後で、エレンドの姉のなんだ犯人探しちょっと手伝うかどうかも悩んだんですけど、まあ、まずは自分のあれだね、クエスト進めましょう。あの自分に似た謎の女性について。
で、マップ的には、あ、近場ではねえんだな。ちょっと移動することになるんですけど、まあ、その前に一回商人のとこ寄ります。で、商人が近くにいるファストトラベル先は、メリディアン行くか。メリディアンちょっと行きます。はい。で、アイテム売って、武器、買えるのあるかな。あと実は、サブクエストだかサイドクエストで、カリウドの館に、なんだ、入れるようになるクエストがあったんですけど、それも一応達成してるので、それもちょっとやっていくか、あれだったら。今回の動画もしかしたらまた、あの次の、ところの目的地行ったあたりで終わる可能性もなくはないので、時間的にね。さあ、メリディアン。メリディアンの証人に話を。あ、2人逮捕したん？だいぶ治安が乱れてるんですね。はい、どうも。取引します。売却です。で、シャードと交換って書いてあるやつだけをまとめて売却というか選択して。これね。磨かれた古の語符。あとは、ないかな？あった。よし。金が欲しいです。金が欲しいです。これだ。シャードと交換。あとはねか、下の方のやつは。多分、待ってね。うん。じゃあ、こんなもんか。じゃあ、売ります。で、あー、でも容量結構いっぱいいっぱいになってるな。だから、お茶の心臓とか、だいぶ、ストックされてるのは売ろう。ストライダーの心臓、OK、スクラッパーの心臓、スラグガラス、スラグガラスは何に使うんだろうな。で、ベローバック、ロングレック、トランプラー。この辺はなんか使いそうなので、グリーントホーク、スナップモー、ロングレック、ストーカー、チャージャー。ガチョウの骨。多分ガチョウの骨とかは、アイテム枠増強に使うので、アライグマの骨がちょっとはみ出てるんで、これ売ります。スクラッパーのレンズもちょっとはみ出てるので売ります。砂漠ガラス、砂漠ガラスは何なんだろうな、よくわからん。ウォッチャーのレンズ、あ、めちゃくちゃある、ウォッチャーのレンズ。これがかさばってたのか。ウォッチャーのレンズも、まあ、すぐ拾えると思うんで、ストック1ぐらいあればいいでしょう。さあ、こんなもんかな。あとは適宜捨てていきましょう。うん。点火装置とかも、まあ、使うと思うので、OK かな。で、改造アイテムは、まあ、売るっちゅう感じでもねえんだよな。で、しまった。ごめん、待ってね。一応、購入でちょっと確認。シャドウカリウドの弓。シャドウロープキャスター。まあ、これは別にいねえかな。欲しいのは本当はこれなんだけど、なんだっけ、トランプラーの心臓がないのね。了解。まあ、後々だな。シャドウブラストリング。これ持ってなかったっけ？ランスホーンの心臓。ランスホーンの心臓。待ってよ。あと服だな。癒しの服。ブレイズ、ウォッチャーの心臓2つ。これ欲しいな。これ買っとくか。持ってないよね。ちょっと待ってね。あ、持ってない。持ってないので、癒しの服、これを1個買っときます。あとで装備。あとはこれも欲しいんだけど、シェルウォーカーの心臓は持ってないので、あと隠密も結構使えるらしいんですけど、ベローバックの心臓は持ってない。よし。オッケー。では、アイテム作成、衣服の改造。私今何装備してる？守護者。まあ防御力重視ですね。こっちは属性、対属性ですね。なので、対属性で、まあ、属性特化のやつ作ってもいいんだよね。例えば、これ、同じもの4つ買って、非耐性だけ、こう、改造コイルつけたやつ、氷属性だけ、
改造コイルつけたやつとか作ってもいいんでしょうけど、まあそこまで頑張る必要もないと思うんで、近接体制とかここでつけてバランス重視にするのもありかな。バランス重視って一番器用貧乏になるんだけどこの辺つけますよ。はい、まあこれだったらだいぶ戦えるんじゃない。だからこれ装備しよう。衣服はこれ癒しの服、まあ見た目も変わりますんでね。で特殊アイテムがあって、報酬の箱だいぶ開けてねえな私。あ、これもかさばるな多分ちょっと待ってねかさばるかさばるかさばるけどごめんね。石、あ、ストライダーの心臓とか入ってましたね。よし、改造アイテムまたいっぱいになる。ステルス衣、でももう緑色はいらん。あ、捨てるにしちゃった、ごめん待ってね。分解の方がいいんだ。なんだっけ、改造アイテム、丸ボタン長押し分解、緑はごめんもう分解するわ。緑はもう邪魔、よっぽどじゃないと使わない。はあ、でも、ハサイ。あ、ハサイは青あるな、でも。よいしょ。よいしょ、OK。まあ、ほんとは全部紫にするぐらいの勢いでもいいんだけどね。で、資源がまた増えたな。資源がまた増えた。まあ、いいや。OK です。ごめんなさい。お時間いただきました。そいでは、ごめんね。ワイヤーも大丈夫。これは作っとくか。必中の矢作って。まあ、足りるだろうな、アイテムは。では、まずはちょっと長旅になるかもしれませんが、こっち行きましょう。あ、ここにもでもいそうだね。トールネック。ここを解放しても、この辺ぐらいまでしか張れないでしょ、多分。わからんけど。では、焚き火にファストトラベル。サンダージョーとかっていうめちゃくちゃ強そうなのも道中たまにいたりするんで、まあもちろん今やったら私確実に負けるんで、もうちょっと慣れてからだね。あ、あとあれだ、ごめん、スキルポイント溜まってたんでちょっとスキル取ります。多分これでもう欲しいスキルあらかた取れるかな。まあもちろん全部解放したいんだけどね。分かれ道、ナサンはここへ来るはずだったのに。そうなの？ナサン、誰か喋ってるよ。なんか人の声聞こえなかった。ちょっと怖いな。ごめんね、待ってね。ん？誰かいる？サイドクエストの人いんのかな？ごめん。で、スキルです。スキルで、あれ、どれだっけ？あ、これだ。ダブルショットを覚えたかったはず。罠の解除じゃなくていいよね。ダブルショット、まあ本当はトリプルショットまで覚えたいんだけど、これやると属性矢をダブルショットするとすぐ相手属性以上になったりするっぽいので、トリプルショットまで覚えてえな。まあいいか。よし、じゃあ行きましょう。うわ、 1000m、 ごめんなさい、結構長い旅路になりますが、なんだ？ちょっと待ってね。誰か喋りかけてるよね。あれ？私誰かと話すみたいになってたっけ？ん？なんか、フォーカスから聞こえないかい？どこにいんの？待って、どこにいんの？ちょ、ごめんね。聞こえるよね？こっちか？ちょっと一回家行ってみる？待ってね。すげえ遠くから声が聞こえんだ。話したくないってかって。大体サイドクエストかなんかがある時ってそういう話し方するんすよ、人。こっちはどうやら小屋があって、ちょっと登ります。アロイ頑張って、だいぶ疲れるだろうけど。さあ、ここは何でしょう
後々来るのかな。別に話したい人いなくね。何も触るなよ。え、そうなの？ごめんね、触ってないと思うんだけど。焚き火、クイックセーブしました。どうやらここじゃなかったみたいですね、話しかけてた人。でもなんか重要拠点っぽいよ、シャドウカージャーの兵士。少なくとも目上に敬意を払うふりくらいできるよな。できませんお前目上なのかい。じゃあちょっとお邪魔しました、ごめんなさい、関係なかったですね。どっかでじゃあ誰かオーバーライドして走っていきたいね。ウサギさんいますね、ウサギさん撃ち抜いていきますか。よっ、えい。ちょっとあれなんだよね、オートエイムじゃないけどなんかあるねこれ。私ちょっと外れたとこに撃ってもちゃんとウサギの芯を捉えてくれたりするときあるんで。さあどっから話しかけてたんだ人間。これはキツネ、ごめんね。よし、油見に行くっていうのは結構使えるので、回復アイテム作ったりするのに。多分またこの辺行くと声聞こえてくると思います。あれか、違うの、あれ人じゃないよね。ちょっとこっちに来てくれって言うと思うんだけど、いや言わねえな。あ、そういうこと。あ、エレンジョのやつの近くだったのか、ここ。待ってね。クエスト表示書いてある。あ、これか。これですね、エレンジョの話。エレンジョはでも後にします。ごめん。エレンジョ先でもいいんだけど。あ、どうすか。エレンジョ先やるか。ごめん。こっち、あれだな。私、あの、マップ開放するわ。動画外で。こっちやっちゃおう。エレンジョの。ごめんなさいね、急遽変えます。レベルはこっちの方が高いんだけど、先に人助けしましょう。エレンドの姉が殺された原因というかね、犯人を探しましょうというところで。これも微妙に遠いな。だから話しかけてたのはエレンドですね。どこにいるのか分かんないけど、あちらですね。あんな遠くからあの私に話しかけてたの？フォーカスってあれかね、もしかしてあの音も拾えるのかな、集音マイクみたいに。さあ走って、近づいていきます。エレンドはどこにいるんでしょうか。完全に目が覚めた。目が覚めた？寝てねえもんな。これかエレンド。あ、これっぽい。あ、エレンドなんか倒してる。ちょっと待ってね、先に拾う。ランスホーン。あ、ランスホーンの心臓だ。サンキューな、エレンド。こんなところで一人で何してる。仲間はどこだ。あいつらを死なせたくない。俺みたいな役立たずは構わないが、あいつらはお前を巻き込んじまって悪いな。あ、気にするな、こういうことには慣れっこだ。機械退治や追いかけっこはいつものこと。そうか、朝っぱらからすまないな。じゃあ始めるか。始めましょう。姉に何があったのか。エルサに何があったのか教えてくれ。初めから知りたい。詳しいことはわからん。あいつは優秀な兵を数人連れて真夜中に出てった。優秀な兵、お前は抜きか。ああ、ここんとこ飲んだくれてて、きっとあいつは俺じゃダメだって思ったんだろう。そうか。捜索隊が次の日エルサたちの遺体をシャドウカージャの死体と一緒に見つけた。待ち伏せだよ。シャドウカージャは人間じゃねえ。人前に出せないくらいあいつの顔を痛めつけてやがった。ひどい話だな。ああ、だが俺が奴らを見つけ出して後悔させてやるさ。エレンドは逆にあれだったんだね。姉と一緒に行かなかったから生き残ったと考えてもいいね。姉が去った理由、シャドウカージャの目的。まあいいや、もうめんどくさい。騎士の場所へ。
エルサが倒れた場所へ。そこを調べてみよう。来い、こっちだ。ごめんね、細かいことはもういいわ。さあ行きましょう。ちょっと喉がやられ始めてるんで、ちょっとどっかで水分補給タイムを設けるかもしれません。なぜエルサはここまで来たんだ。さあな、俺にはわからん。誰にも言わないんかい。普通なんか作戦書じゃないけど、なんかそういうのを組み立ててから行くんじゃないの。いや、やつらは裂け目に入るや否や停戦を破った。裂け目っていうのはどこだかもよく分かってませんか。なんかあれだよね、エレンドとかもそうだけど、武器が特殊だよね。ハンマーみたいなやつ、反対側になんか鋭利なものがついてる。ちょっと待ってね、もうちょっと剣っぽいの使ってるやついなかったかな。やっぱ鈍器のようなものの方が威力が高いんか。あ、ついた。あ、じゃあフォーカス。何も見つからなかったが、お前のそのシャルカおもちゃで何かわかるかもな。わかりますよ。エルサのために奴らを見つけたい。跡が見える。矢を調べる、血痕を調べる、茂みを調べる。調べまーす。みたいだ。塗りつけた矢を調べる。未使用ですね。で、これは死体を引きずっていたのか。何か見えるか。このシミはまるで荷車の端から血が落ちたみたいにまっすぐだ。ほら、跡がある。誰かが死体をここに運んで戦場のあちこちに置いた。待て、ここにあった死体は他の場所でやられたってことか。シャドウカージャはなぜそんなことを。今はまだシャドウカージャの仕業だと決めつけない方がいいな。奴らに決まってる。じゃあこの後をたどって調べてみよう。だいたい怒りは目を曇らせるものだからね、冷静な方が勝つ。足跡を調べます。ちょっと喉やばいんで失礼。ちょっと待ってね。さあ、足跡をたどって、足跡どころかもう荷車の後やばいねこれ。エレンドたちここで死体見つけたって言ったんだよね。この後気づかなかったのかな。怒りってどんだけ目を曇らせるんだっていう話だけどね。これは今だから逆走してんだよね。シャドウカージたちはこう運んでいったんだと思うんだ。この坂荷車なんかスピード出そうで危ないけどね。さあ焚き火です。一応見つけた扱いになってるんでいいでしょう。マップ確認、うん、大丈夫だね。まあここだろうな、目的地。砕きの骨。あれ、砕きの骨って私言ったような気がすんな。まあ動画外だけどね。犯人を見つける。まあ大体犯人を見つけるっていうやつって2、3回にクエスト分かれんだよな。エルサを殺したい理由は分かるが、奇襲に見せかける必要が。その理由をこれから突き止める。今もうほぼ答え出なかった。奇襲に見せかける理由って言ったら身内がやった以外ないよね。だから完全に身内というか何だろう、舞台の人がやったんだろう。ここのエレンドたちと同じ。さあこの辺じゃないですか。待ち伏せされてねえだろうな。されてますね。あ、もう見つけた。こいつらはシャドウカージャじゃない。俺と同じオセラム族だ。やっぱりこれがお前ら部族の挨拶の仕方か。やりましょう。なんだ、なんで落ちたこいつ。よいしょ、よいしょ、オッケー。エレンド大丈夫。エレンドなんだ、属性矢やったのか。さすが上にいるやつを。いる。ちょっと待ってね。ヘッショしたいが、ヘッショできた。よーいしょ、よし。オートエイムかかったな今。眩しい。逆光を使うなんて洒落た手を使うじゃねえか。
待ってね。まずいな。よいしょ、オッケー。あれはなんだ。なんだ、機械来た。機械を引き寄せているんだ。来るぞ。来るぞ。回復薬。待ってね。どれ？機械どれ？来た来た。待ってね。これはラベンジャーかな。違う、ラベジャーかな。ラベジャーの場合はラベジャー砲が使えるんで、ぶち壊して。あった。よし、いいぞ。痛い。ちょっと待ってね。回復して、ラベジャー砲を拾います。痛い。撃つよ。これがね、強いんですね。待って、やめろ。おいで。回復。ラベジャー砲。あ、これ、私も。おいで。弾全弾撃っちゃうよ。ちょっと待ってね。ラベジャー砲。回復して、落ちたかな、もう一個。落ちてないのかな。玉切れ、避けて。じゃあロープで縛り付けてやりましょうか。よいしょ。3本ぐらいロープ使うと確かいけたはず。4本か。回復。はい、ダウン。終わりだよ、ラベジャー。オッケー。オセラムだ。シャドウカージャじゃない。俺は間違っていたってことだ。いつものことだが。頼む。その戦利眼を使ってくれないか。何が起こったのか知りたいんだ。やってみる。相手もなんだっけ、このスカウトは使ってないと分かんねえと思うんだけどな。これもしかしてラベジャーの心臓あるかな。あ、違う、輝く網目。あのラベジャーっていうのは背中、頭のちょい上ぐらいかな、背中と頭の、間ぐらいにラベジャー砲がついてるんで、うまく、取り外すことができると、逆に奪って使えるので、で超強いんで、だからボーナスタイムですね、ラベジャーは。ソートゥースとかは多分そういう武器がないんで、倒すの結構手間なんですけどね。あ、でもソートゥースもあんのかな。いや、ないよね多分。さあ、千里眼使います。なんでしょう。あの川の紐は何だ。血まみれだ。めちゃくちゃあんだよ痕跡。待って、粉々。これはヴァンガードの武器か。ヴァンガードの武器、何かの土台として使えそうだな。ちょっと待ってね、この辺は違うんだろうな。よし、じゃあ調べます。ナイフで切られた防具の紐、それに岩に血痕が。血痕がある。これは？ここで大勢が死んだ。虐殺だった。虐殺か。で、ここにもありますね。何かが岩を砕いた。私の知らない何かが。何でしょう。血痕がないな。エルサの兵は抵抗しなかった。だから後ろからドンってやられたの？そういうこと？で、上に登って何かがある。あった。三脚台に使用済みの電池が。電池？電池なんていう概念あんのか、ここに。あとはエレンゾと話す。ちょっと待って、これ上登れたのかな。あ、箱ある。箱取って、ジップラインはごめん、あっちだった。じゃあエレンゾと話していきます。エレンゾ、これはエルサのヘルメットだ。下の戦場で死んだと思ったが、ここだったのか。こんな策略を、なぜだ。俺を苦しめるためだけに。考えてみたんだ。決して想像の域を超えないが、これまでもお前の仮説が何より正しかったじゃないか。そうか。オセラムが新しい武器を使ってエルサたちに奇襲を仕掛けた。上にある三脚台から狙って、多分力の波動とか音波を出して、それでそこの岩も割れた。超やばいなそれ。人を殺すものではなく麻痺させる武器だ。ヴァンガードはそれにやられたんだ。武器に血の跡がついてない。でもどうせ殺すのならなぜ麻痺させる必要がある。何かを隠そうとした。隠そうとした。岩に血が。
石でエルサの顔を潰したのか。他の誰かかも。皮の紐が綺麗に切られている。鎧を剥ぎ取られたのか。あ、エルサ生きてんじゃない？俺は確かにメサの都でエルサの遺体を見たんだ。だけど判別がつかなかったんだろう。ならば同じ体型の誰かに彼女の防具を着せたのかもしれない。そしてエルサではないと誰にも知られないようあんなことを。メサの都に戻れ。遺体をもう一度確認しろ。お前の言った通りエルサかもしれない。でも違うならってことは生きてるってことか。分かった、行くよ。あとでそこで落ちよう。ちょっと笑顔になったけど、でも主犯がエルサの可能性もあるよね。そうするとまず殺された人が誰かをね、それを弔ってあげないと。しっかりラベンジャー砲だよね、これ落ちてんの。どうしよう、なんか気になるからそのまま続けますか。まあ長時間になってもいいので、まああんまり そこまで長時間は嫌だけどね。3時間とか。太陽の宮殿でエレンドに会う。では、メリディアン行って ここから行けないのかな。行けるよね多分。こうとりあえずファーストトラベルで、エルサの死体じゃないって分かったらまたクエストが出るんで、まあマップ次第だね。近場にファストトラベルできるようだったらそのままやってって、ちょっとまた遠かったら、後日になりますね。まあ後日というかね、次のシャープかその次か。ではまた素材ポーチいっぱいになってねえかな。せっかくここからここに来たから。ちょっと待ってね、ごめん、確認させてください。資源92。微妙。あ、売れるのでも1個あったもんな。牙とか。まあいいや。機械や無法者が通ろうとした。機械や無法者通るよ。宮殿の方はまだ多分行ったことがないので通してくれないと思うからね。よっ、この人は。ごきげんよう、アーロイ。私は潔白のマーラット。さあついてきて。潔白ってこいつ怪しい。あ、捕まりそう。エレンドは中にいます。王とご一緒に。さあ私たちも急いで向かいましょう。さあさあこちらへ。いや危ねえ危ねえこれ。意見を待っているのか。ええ、皆王に頼み事をしにね。煩わしいが国を治めるために。三王があなたにお会いしたいと。機械を手なずけ好奇心に満ちた目を持っている。とても興味深いことです。私にはどうでもいいことだ。そうでしょう。いやーこいつ切れ者っぽいよね。潔白のって自分から言うやつは大体潔白じゃねえよね。まあエルサはこいつの指示受けたのかな。まあ王が苦屈になってる場合もきっとあるから。デザートのおかわりをもらえずダダをこねる子供です。私もデザート欲しいですね。シュークリームあたりくれませんかね。陛下はお父上と違うということが大事なのです。あ、そうなの。分別のあるお方だとわかるでしょう。こいつって元だから王様に仕えてたやつだったらさ、あんま良くないよね。あ、意外と大丈夫そうだな。見えぬものを見るものか。よく来た。どうやら手柄を立てたそうだな。エレンド、あの話を。どの話。エルサの墓を調べてきた。お前の言った通りだ。遺体の右膝の下に傷はなかった。子供の頃おもちゃを取り合った時につけた傷だ。遺体がエルサでないならまだ生きているのであろう。見捨てるなど許されぬこと。誰に連れ去られたか心当たりは。それなら私めが。エルサはオセラムに敵がおりました。族長のデルバールです。そんな、まさか。解放以来誰もが奴の首を狙ってきたんだ。とっくに死んでいるだろう。オセラムの中でエルサを罠に陥れることができる者は他にいない。あの男なら国境近くに潜んでいるでしょうな。すでに密偵を送り出しました。ピッチクリフの市場で私たちは待っているはずですよ。国境に兵を出せばオセラムを刺激してしまう。だがヴァンガードならあるよ。
それに誰よりも優れたノラも行くのならば。エレンド、マーラと彼女と二人きりに。あら、私を狙ってるのかな。あまりお前に無理強いはしたくないが、これは私にも大事なことなのだ。何？デルバール？デルバールは何者だ。彼を理解するには私の父上を理解せねば。父上は自分を太陽神と信じた。壊れていたのだ、心が。血の生贄が全てを解決すると父は信じていた。そして他の部族を犠牲にしたのだ、特にオセラムを。デルバールはあがいた。強力な武器を作り、部族を集めて。父上はそれにこの上ない残虐行為で応えた。父上は彼の家族を生贄として太陽の広場に捧げたのだ。そりゃあ、まあでもエルサをさらう理由になるのかな。でもなぜデルバールはわざわざエルサを誘拐したんだ。裏切りと思ったのだろう。メリディアンを落とし人々を虐殺するという彼の計画を知るまでは仲間だったのだ。そして彼女は私と手を組み、父上から都を解放した。デルバールは絶えず復讐の機会を狙っていた。特に我らについたオセラムに対しな。彼に敵対する者も増え、消え失せたと思っていたが、違った。あなたとエルサ。エルサは特別な存在のようだな。オセラムヴァンガードの協力がなければ、メリディアンの解放も恐怖政治の打倒もありえなかった。あれ以来、部族間の和平を保つのに苦慮はしているものの、エルサが部族の説得に努めてきた。だからこそ彼女が必要なのだ。すぐに。カージャ王国に関する質問。この王国と政治について聞きたいことがある。いいだろう。結構いっぱいあるな。三王としての即位、カージャとオセラム、宮殿、シャドウカージャ。シャドウカージャについて教えてくれ。エルサとどんな関係が。あの者たちは父上の政権の残党だ。あ、残党か。落葉の砦から西方を牛耳っている。父上同様支配のみにこだわり、その名のもとに血を流しているのだ。神の力を得るために。エルサが都を解放して以来汚名を着せられている。デルファールはこれを知っていて利用したのだ。んー、じゃあどうすかな。カージャとオセラム。王宮の政治は複雑なものだな。オセラムは友でもあり敵でもあると。エルサとオセラムの義族の協力なしにメリディアンの解放はなかった。多くがここに暮らしている。だがクレイムに住まうオセラムの要人たちがその成功を妬むようになった。カージャの貴族も同様にな。危険な状況だ。父上が長きにわたりオセラムを襲ってきたこともある。エルサが和平を保ち互いに利益をもたらすと約束してきた。だがデルバールのように邪念を捨てぬ者もいる。さあ、三王としての即位。お前は調和をもたらすために父親を殺した太陽神だと言われている。本当なのか。お前には見えぬものが見え、飛んできた矢を割り人睨みで機械を手なずけるそうだな。それらは本当か。間違ってはない。確かに部族に調和をもたらしたいと思っているが、まずは何人もの家来の相手をせねばならん。すぐには無理だ。さあ、宮殿とかまあどうでもいいから戻ろう。じゃあ行きましょう。そろそろ行く。よかろう。私が頼むことではないと言われたが、どうかエルサを見つけてくれ。誰がそんな。マーラットたちだ。聞きたいことがあれば彼やエレンドを頼るがよい。どうしようかな。話長え。長かったの。じゃあピッチクリフに行く。ちょっと待ってね。一回この人も
潔白のマール。アーロイ、何かご用ですか？三王に仕えているということは分かったが、お前の役目は何だ？必要なことがあれば何でも。曖昧なやつだな。場合によります。危ねえなこいつ。密偵なの？お前は密偵じゃないのか？三王国は数多の有用な声で溢れている。私は聞き上手というところですかね。まあ密偵だな。デルバールとエルさん、三王アバード。アバードは確かに聞いた通り誠実だ。彼は三王です。私は陛下に仕える身。他に何が言えましょう？うん、教皇に仕えた時はどうしていた？そう、それが気になる。まあ、彼に仕え敵と対峙した。精一杯のことをしたまで。国のために。何をした？咎められるようなことでは。いや、潔白。なぜ皆お前を潔白のマーラットと？皆というのが一体誰であるか、どんな罪を着せたいかにもよるでしょう。お前と話すと疲れるな。うん、疲れる。はぐらかしやがった。さようなら。そうなさい。こいつ疑ってると別なところから刺されそうなんで、まあまあ今は信じましょう。あ、ちょっと待ってね。これまだスキャンしてなかったな。太陽の王、手記を開く。長いですね。長いので、まあ皆さんで、それぞれ動画止めるなりして読んでみてください。いやー、長いな本当。これ、この国のことしっかり書いてあんのかな。解放せしアバードはそこで止まってますね。はい。では待って、今ちょっとタッチパッド押すと手帳開いちゃうんで、よし、マップ確認。いけなくもねえな。いけなくもねえけど、クエストどうなってる？メインクエスト、国境地帯へ。まあエルサやっていくか。どうしよう、まだ時間かか。いやー、次回にするか。ごめん。はい、というわけで、じゃあ次回ちょっとエルサの方やっていきましょうか。まあいつも2人逮捕してんな。はい、というわけで、じゃあ今回以上にしたいと思います。次回またよろしくお願いします。では皆様ご視聴ありがとうございました。またね。